った三原市の皆さん、こんにちは。参議院の比例代表候補の水岡俊一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。今の日本は OECD 34カ国の中で世界で3番目の経済力を持っている国であるのに、 GDP のわずか 2.9% しか教育費にお金をかけていないということが明らかになっています。日本の子どもたちにお金を投じていない。 OECD の先進国各国は 4.2% 平均でお金を投じています。今の政治、今の自民党、今の安倍総理が子どもたちに夢を託しているかといったら、そうではないと私は言い切れると思いますが、皆さんどうでしょうか。ありがとうございます。学校現場は精神疾患で悩んで学校に行けなくなったり、あるいは過労で突然死をしてしまう仲間が後を絶ちません。これでは学校は立ち行かなくなる。私は学校の教職員を守ることがイコール子どもたちの教育を守ることだと思いますが、皆さんいかがですかね。私はそういう意味で子どもたちの教育のために学校を守らなきゃいけない、教職員を守らなきゃいけないと、こういうふうに思っています。私は頑張りたいと思うし、皆さん方にお力をいただきたいなというふうに思っています。一緒に元気、バリバリ頑張ります。